さあお送りしていきますエンタンジャー出番ですよ。1月新春対談、本日もゲストを迎えての1時間でございます。今日の新春対談はこの方でございます。自己紹介してもらいましょう。はい、皆さんおはようございます。まあ、ちょっと遅いですけど明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。読谷送信料場を指定管理しております一般社団法人楽和会の代表しております田鹿正幸です。今年もどうかよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。和幸さんがちょっと周り多くなってきた。そうですね、先生どうですか。はい、病院診療所の方は、はい、やっぱり年明けましてから、うん、外来を受診されるその発熱ということで受診される方がやっぱ増えていますね。はい、はい、なるほどね。なんか聞くところによると子どもたちにもすごい広がっていて、はい、お休みさんが多いということでね、はい、お話を聞いたりしますけども、まあ、今はもうなんかコロナなのとかインフルなのとかではなくてもう風邪ひとくくりになってきたような感じがして。そうですね、我々診療所のレベルですと、うん、はい、もういわゆる風邪の方が増えてます。はい、でちょっと今実はですねインフルエンザの検査キットが、うん、なかなか入荷ができなくて、うんうん、当院の方でもちょっと検査が難しい状況なんですけども、はい、実際にまあインフルエンザだったり、うん、そうでなかったりということで、うんうんうん、もちろんそのかかるとちょっと悪くなりそうな方たちっていうのはより積極的に検査をするんですけど、はいはいはい、まあ、若い方に関しては仮にインフルエンザになったとしても、まあ、ちょっときつい風邪という表現は適切じゃないかもしれませんけど、ちょっと症状きつい期間がこう少しあるということで、まあ、風邪の対応と大きく変わらないことが多いんですよね。確かにね、はい、そういうイメージしますよね。はいはい、先ほどは先生ノロウイルスインフルエンザの話をしてましたけど、はい、ノロウイルスの件もなんか最近こう流行り出してきてるということで、そうですね、はい、これはなんかノロウイルスというのはもう菌ですよね。あ、はい、ウイルスノロウイルスというそのウイルスなので、うん、いわゆるバイ菌とウイルスっていうのは、うん、大きさですとか、うん、その特徴が全然違いますので、はい、まあ、その、まあ、風邪だとか、うんうんうん、インフルエンザとかと同じその病原体、ウイルスというふうに考えていただければと思います。うん、でウイルスは基本的に一部のものを除いて、うん、いわゆる特効薬っていうのがないんですよね。ない。ノロウイルスに関してもそのノロウイルスをやっつけるような薬っていうのが基本的にはなくなりありませんので、まあ予防だったり、あと、まあ、もちろんノロウイルスの症状、ノロウイルスかもっていうふうなその嘔吐とか下痢なんですけどね、そうそうそう、はい、そういった症状が出た場合は基本的には、うん、脱水という水分が失われる状態にならないように、はい、まあ、水分補給をしっかりやっていただいたり、うん、まあ、本当にひどい方なんかは点滴が必要になったりする場合もあるんですけども。なるほど、はい、これは大人子ども関係なく、そうですね、ウイルスは、はい、高齢者の方も子どもさんでもやっぱり、はい、どうしても流行は、冬場の方がしやすいと言われています。はい、なるほどね。それをこうその防ぐにはどういった方法が一番、はい、いいんですか。そうですね、やはり一番基本なのはもう手洗いですね。手洗い、はい、接触してその口の中に入って感染すると言われてますので、手洗いがやっぱり一番基本になります。でできるところ、まあ、僕たちその医療機関とかであれば、次亜塩素酸、ナトリウムっていうそのジアジアって僕ら呼んでるんですけど、そういったその塩素系の消毒薬がありますから、それをちょっとこう使って拭いたりとかっていうのが予防につながります。介護系の施設とか医療系の施設だと使ってると思いますね。今先生、はい、アルコールとかまだね、はい、やっぱりこう置いていたりとかする場所あったりするけれども、はいはい、アルコールではなくて、そうですね、次亜塩素酸、はい、ウイルス の, その構造の問題で あまりアルコールがちょっとこう効かな い, いす、ね、あ、そうなんだ、このノロウイルスは。はい、なるほど。本当に健康は本当に切っても切れないし、もう言葉によると命より健康が大事なんだよっていうぐらいですね、お話しされる方もいらっしゃいましたけれども、でも引き続き、その健康を維持するためにも読谷村診療所は本当に私たちにはなくてはならないものだと思いますので、はい、田鹿先生これからも一つよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。新しい、まあ、都市になってですね、まあ、私たち今外来あとリハビリあと訪問診療、あとまあ予防の部分も一部になっておりますけれども、それぞれの部分で村民の方々にですね、これからも貢献できるように、まあ、職員一度しっかりとこう取り組んでいきたいと思っております。まあ、訪問の話が出ましたけども、まあ、その部分を中心に特に頑張りたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。読谷村診療所より田鹿先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。